calm down before you stress up the groove. The energy a little different when the blessings are cruel. Hey, who you talking to? Just know I ain't no regular fool. Could be anything. さあ、今年も始まりました。2022年一発目のものはいいよレディオですね。はい、明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます。今年もはい、お願いします。よろしくお願いします。いやー、来ました来ました。ということでね、ちょっと一発目なんで、いつものオープニングから変えてね、うん、そうやね。まあもう分かるから。はい、サテライトスタジオだから、ね、場所のね通告を毎回毎回ね、うん、やってましたけれども、センジパルコ6階のサテライトスタジオよりね、5階ね、5階ね。そう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 。で、そして今日はあの音響でいつも、うん、陰ながら、うん、陰の大黒柱として私たちを支えてくれてるアツシがちょっと音声で入ります。そうです、はい、アツシたまにお邪魔させてもらいます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。支え続けて早1年、うん、いや本当に、ね、アツシがいなかったら私たちはこんなね、もうのたうち回ってましたよ本当よ、もうでもいやね、とりあえずまあもう1月12日なんですけど、今日早いね、うん、もう仕事も始まりね、うん、そうですね、もうみんなフルエンジンで動いてるかと思いますが、うん、まあ、正直ねみんな正月気分はまあ抜けて、まあとっくにね、うん、まだ正月気分だったらね、やばいよ、まあ、多分あの年末年始がっつり接客業だった方かなっていう感じだよね。そうかそうか、うん、そういう人もおるわね、うんうんうん、ということでね、うん、重大発表ですね。重大発表なのかな、あれは重大よ。これ一応重大発表になると思いますが、はい、今年から、はい、リニューアルします。やば、怖、まあ、まず、まあ、はい、目標として、はい、ポッドキャストで配信をしますと、うん、そうですね、生放送じゃなく、はい、収録を配信する形に変更します、はいはい、そして更新頻度を上げていくと、はい、はい、そうそうそう。でそのためにも、うん、1本弱を短くしていこうと、はい、そうです、ということですね。今までね生配信で1時間っていうね、はい、はいはい、つら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 渡辺直美かなっていうぐらいのライブ配信でやってるからね。そうね、本当にやっちゃってたからまあでもね、いいと思うね、はい、俺はそれの方が改善して、まあ、でもね、短くなっても連続して再生されるはずだから、うん、まあ長い一本にはなるんだろうけど、うんうんうん、まあ聞きたいポイントがね、うん、タイトル付けしやすいし、そっちの方が、うん、ね、我々ね結構見えないところでタイトルをね、テーマトークを作って、そう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 、トークテーマを作って喋ってたんで、まあ、なんかそういう面でも今後ね話してほしい議題とかがあれば、もっとこう多分ね、ヒアリングしていきたいなという所存でございます。あ、ね、まあ、今ね聞きたいものとか見たいものも自分たちで選んで見て聞くわけだから、うん、まあ、選びやすいようにね、うん、僕らのラジオ聞きたいわけじゃなくても、その聞きたいテーマが一つでもあればっていう、うんうん、刺さり方も考えると、そうだよね、まあ、これがいいんじゃないかという話をね、うん、さっきしてきました、はいはい、そしたらもう決まりましたと。変わらず実はね、我々のターゲット層って、ズンダレマガジンと同じように、うん、若者だったんですよね実は。そうね、はい、若者だね、はい、10代後半から25歳、まあ、アンダー25、うん、までの若者を、まあ、ツンデレマガジンって五感覚醒マガジンっていうちょっとこうサブタイトルが、ね、うん、あって、でそのラジオも、まあ、それに伴い五感覚醒マガジンの、うん、を作る2人がっていうところで、まあ、本当に限りなく本音をずっと話してきましたけれども、はい、本音トークということで普通にね、うん、大雑談してたもんね去年1年間大雑談してたね、うん、いやでもいろいろ考えたんですよ僕も昨日、さんちゃんとね、うん、LINE があって、うん、いろいろまとめてくれてて、ラジオのね、どういうラジオの、まあ、今のラジオ のいろんな視点から見たメモみたいなさ、あれ見て、なるほどみたいな。でも僕らに
そうすごい専門的な話ができるかって言ったら そうでも、まあ、僕は、ね、難しいなと思ってて、うん、なんか偏ったテーマとかも難しいんだろうなみたいな思った時に、でこのスタイルを僕らのスタイルを変えるってよりかはこのスタイルはね多分変えない気がするんですよ、うん、だから、うん、その作り方だったりあの新しい人がこう急に出てきたりとか、うん、そうやって、うん、あの変わっていく方向が一番いいのかなっていう、うんうんうん、まあそうだね、はい、まあ、まずはだって私たち2人が楽しんでないと聞く手も楽しくないっていうのがやっぱね大元に、うんあるのと、これだけあの質のいい情報がたくさんある中で、うん、私たちがそこの何の質で勝負するのかっていうところになると、うん、まあね、自分たちの得意分野で楽しくやるっていうのが一番、はい、それがいい、強い、それがいい、それがいい、ということで大丈夫、成長途中の、ね、僕らの話なんでね、うん、一緒に成長していきましょうっていう若者へのあれですよ、うん、若者はしかしラジオって、まあ、聞く人は聞いてるんでしょうけどね。聞く人はやっぱスクールオブロックとかがさ、あ、ね、あるから、あれでしょ、須田くんがやってるあオールナイトとかも、そうそう、そういうあるよね。割とね俺もまあ何個かラジオ聞いてて、うん、やっぱでもそうはね、うん、若い子とかいるからね、うん、若い女の子だって女の子とかよく聞くんじゃないやっぱ、うん、なんかさ、ラブ FM とか FM 福岡とか聞いててもそうだけどさ、だいたいああいう のヘビーリスナーからすると、うん、だいたいなんだこの、ラジオネームっていう人が、結構ヘビーにメッセージを送ってきてるっていうのが見えてくるじゃないですか。はいはいはい、でそういう人からこうね熱くメッセージをもらうっていう、ね、コアなファン層を作っていくっていうのはやっぱねより一層目標にしたいよね。いや大事よ、うん、マジで、うん、メッセメッセ。じゃあ、うん、そんなことでじゃあモリモンの今年の目標から聞きましょうか。今年ね、一応まあいっぱい決めた、いっぱいあるよ、いっぱいあるんだ、いっぱい出てくるかな、いっぱいあるはずなんよな、まあ、まあでも第一に、うん、今年の第一目標は、はい、まあもうね同じ気持ちの人いっぱいいると思うんですけど、まだ痩せる引き締めるってこと？そう、身を、うん、もう物理的引き締め、うん、痩せてはいるもんね去年ね、痩せたはず、うん、痩せてるからあとは引き締め、まあ、そうね引き締めます。でもこれによってねもう得られる効果多くて、まず俺が嬉しい、うんうん、大事、ね、うん、そして俺が嬉しいことによって、うん、自信につながると、うんうん、ね、であと自信につながると、うん、行動力が増えると、うん、ね、いいぞいいぞ、やろ、で仕事をするお相手も、うん、僕をだらしない人間と思わないと、うん、大事大事、そう、うん、そして謎に、うん、謎に説得力のある顔つきになってくる、うん、顔つきも変わる、顔つき変わります。まあ確かに自信を伴って顔つきって本当に変わるよね、はい、そう、謎に説得力のある顔つきになってきます、うん、おー、はい、いいこと尽くし、はい、これです、うん、はい、食生活もね気をつけるようになるしね、もうねそんなでもストイックにはね、うんうんうん、やるつもりないから、うんうんうん、まあでもね結局でももう割と続いてるから、うん、習慣化してるから、うん、ね、これ続けていきたいなっていうのと、はい、まあ、あとはちょっと去年ね、はい、仕事をねこう過度に頑張ってみたり過度に休んでみたりみたいなことがね多々あったんで、過度に頑張ったり過度に休んだり、本当に本当に でもこれ本当にさやってやっぱね収入のバランスめちゃくちゃやったなみたいな、当たり前だけど、いやでしょうねみたいな、でしょうねがすごくて、いや大変だったなと思ってそこら辺、なるほどね、ちょっと今年はバランスよくね、うんうん、仕事していかなきゃいけないなっていうのと、うん、まあ、はい、去年よりももう一個ね大きな
何かを成し遂げれるといいなっていうのと、あとやっぱもう一個最後ね、総じて、まあ、恋活やな。おお、ライフパートナーをそう見つける。今年はねちょっとそこに、はい、グッと吉報を待ってと。でもさ、確かに追い求める人にしか出会わないからね。ほんまですぜ先輩。うん、そう、追い求めし者、森もん、いいと思う。でいこうと思ってます。いやいい、はい、なんかいい、いい目標いっぱい聞けたな。だからこその、やっぱこの身を引き締めたいっていうのもあるし、はい、ね、だから根本にやっぱでも自分の健康を思うといろんなところにプラスになるんじゃないかなと思うんで、だからこう運動とか、まあ、そこら辺は欠かせなくなってくるよね。本当ですよねっていう話。体が資本ですもんね、どっちにおいてもね、プライベートも仕事も、それをその大事さを感じた2021年やったね。いいね、今年30歳を迎えるっていう感じあるね。なんかね、30の時にはねちょっと、あれれと、なったらいいな、はなります。いいね、はい、30歳らしい、はい、節目の、そうっすね、目標でって感じですね、うん、じゃあサンタムは何かありますかね、目標。サンタムはですね、あの去年の年末からじわじわと言ってるんですけど、めちゃくちゃシンプルで、大事な人を大事にする、はい、あー先のやつだ、俺の先行ってるパターンのやつね。もうそれだけ、それだけっていうか、はいはいはい、そこの中の内訳としては、はい、そうね、そういう話を、まあプライベートので出会っている人も、友達も、みんなではない、全員ではない、自分が本当に大事にしたいと思える人、将来もずっと付き合っていくだろうなという大事な人を、より質よく濃厚に大事にしたい。なるほどな、その目標を持つ、素晴らしいっす。でなので仕事の、まあ、クライアントさんも、今お付き合いさせていただいてるクライアントの方も、より質よく濃厚に大事にしたい、はい、大事にしよう、するしましょう、はい、じゃあ大事にしていただけますか、僕、はい僕をなんかさバウンって大事にしていただけますか。なんかさ、新しいプロポーズっぽいよね僕を大事にしてください、なんか超受け身の新しいプロポーズみたいな僕を大事にしてくださいみたいないいねそれ、でそしてモリモンと同じく体が資本なので、まあ そうよね、そこはもう自分のことも大事にする。そうね、はい、自分もね、もちろんね、まあ、でも割とサンちゃんの影響あるからな、運動とかはな、こっちは。まあ私もね、影響受けてる人がいるしね、やっぱこうやってみんな呪術つなぎになるんだな。そうそうそう、それは今ね、あのアツシにね、言ってんすよ僕は、去年ぐらいからいただいております、はい、一子相伝の運動性という言葉確かにね、いただきます。体大事だよな、大事、まあでもね、その誰かを大事にしようっていう、あれ、まあもちろんあるけどね、まあでもその特別なものってのはあると思うから、あとね、単純に、そのさっきの体作りの面で言うと、物理的にね、あのね、体がこうちょっと仕上がってきて、服がね欲しくなくなった。ああの、ね、洋服全く買ってない。その仕事としては全然見るんだけど、スタイリストもやってるから全然その新しい洋服とか見たりもするし、まあ、可愛いなとも全然思うんだけど、欲しいかってなったら別にいらんかなみたいななっちゃって、もうびっくりするぐらい今そういう物理的なものへの支出がない。 なんで物欲なくなっていくの。なんかね、まあ、もう俺も別にそんなないけど、まあでも買っちゃうは買っちゃうんやけど俺は。まあでも消費する喜びもね、もちろんあるだろうからね、そこに対して精神的な喜びみたいなものもさ、やっぱあったりするから。消費するね、辛さもあるけどね、
だから本当に欲しいものしか今なんか欲しいって思ってない、うん、まあでもそれにちょっと話あれなんやけど、うん、マジでめっちゃ欲しいものって、うん、パッと出てこんもんね。なんか仕事で使えるものぐらいだよね欲しいものって。なんかやっぱすぐパソコンとかなっちゃうんやけど、うん、でしょ。めっちゃ欲しいものってないんよな。愛だな。いやぐらい、ほんとぐらいってあれやけど、やそうなってくるよね。そうなってくるとか信頼とか、うん、なんかそういうのがこうさ、やっぱなんか、ね、こう目に見えないものがね、うん、やっぱ欲しいんだよねっていう話よね、うん、そうなんだよね、うん、あとねもう一個、あそう目標ごめんなさいありました、はいはい、あの今年は投資を勉強します。あー投資、はい、ちょっとあの聞かせてください今度それ。まだちょっとねまだ、うん、まだまだ、まあ、勉強中なんでしょ。もう全然まだまだ底辺中の底辺 の、 あの、まあ、浅い勉強なんで。さんちゃん勉強速度ほんと早いからね、うん、いや早くないよ。早いっていうかその、うん、まあ、しっかり勉強できるタイプやから、まあ、そのおこぼれ情報を僕ちょっと勉強があったら聞かせていただきたいなと。ちょっとじゃあいいアウトプットさせていただきます。そうですね、ちょっと、はい、参考台にしてもらって練習台にしてもらって。本当にお金に働いてもらうっていうことよね、ことをやっぱ、うん、やっていこうと思って。そうそう、そんな話もね実家帰ったらちらほら出てて、うん、だからやっぱみんなやってんだなみたいなね。うん、え、その実家帰ってやってた。やってる人はいるね。うん、うん、まあね、ちょよくわかんねえわっす、うん、よくわかんねえわっつって。俺はなんかあのサバの南蛮漬け食べてましたけど。美味しいよね。うしょ、これめちゃくちゃ食えるわ言って食べてましたね。お父さんお母さんは元気でしたか。あまりにも元気で本当安心しますね。ね、うん、まあでもやっぱなんやろうな、実家に帰るとね早く寝ちゃう。あ、まあ単純にでも生活リズムより整うよね。そう整ったのよ、うんうん、いいよね最近、うん、なんか知らんけど、うん、正月からずっとね、うん、8時ぐらいには自動的に目が覚める。何時に寝ようが、うん、あ朝のね、うんうんうん、だけどなんかこれあんま崩したくないなと、うんうんうん。まあ、でも大体1週間、まあ、3日4日あれば必ず整うもんね。1週間、ああ本当、うんうん、整うよ。やけんさ、あの例えばさ、うん、まあ、病院系の仕事の人だったらさ、うん、夜勤とか、うんうん、夜勤ってさこの間知ったんやけどさ、うん、あれ何、まあ夕方の、うん、6時ぐらいに出勤して、うんうんうん、次の日の朝帰るみたいな、うんうんうん、俺すごいよね。すごいよね。まあまあハードよね、うん、なんかね仮眠の時間があるとはいえど、しかも中1日でリセットしないといけないじゃん、その切り替えるタイミングって、ね、うん、だからなんかその看護師の友達とかも夜勤明けで、夜勤明けって言っても言ったらそこ一旦仮眠入ってるから、うん、言ったらちょっとショートスリッパーみたいな、うん、で夜勤明けで、めっちゃ朝早くに仕事終わるから、うん、で次の日も休みじゃん。そうよね、うん、そうだからそこが一番テンション上がるって言ってた。あ、うん、まあ、もちろん体力的には疲れてるんだけど、あ、なるほどね、言ったら朝超早起きして次の日も休みっていう、うん、なんかこうフルフルの状態になるから、ちょっとハイになってるんや、うっしゃーみたいになるって言ってた。あ、なるほどね。そこで寝ちゃうって案外ないんだって。ないんや、帰って寝るってそこまでないんで、まあね、でも9時ぐらいに終わって10時に帰ってきて、そっから寝て、うん、でも次の日休みっちゃ休みだよね、うん、うん、まあそっか、うん、そうだから子供2人いて看護師して日勤夜勤がある友達とかは、うん、やっぱそう唯一の自分の時間の確保がそこだから。なるほどなるほど。もうそこに全部やりたいこと詰め込むみたいな。あ、したらなんだかんだしてたらもう夕方になったら子供帰ってくるみたいな感じだから。はいはいはい、いやー、いい、まあすごいよね。すごいよね、なかなか夜勤ある人ね。ね、うん、いやハードと思ってさ、うん、いろんなあれがあるなとか思いながらさ、うんうん、っていうのを感じたな、うん、この間。まあ、でも田舎の夜は本当に早いよね。早い、うん、本当は。お父さんとか普
通に根本選手普通に仕事入れてたもんね。うーん、仕事っていうかその仕事はもうやめとうけん、うん、まあそのちょっとなんかバイトじゃないけど、うん、何かしらやってて。な、何やってるの。まあまあ普通に接客的な。へえ、うん、元気ね。元気よね、うん、パワフルだね。いやそう本当思う、うん、思う、うん、でもねなんかねこれわかんない、みんな抱えてないと思うけど、うん、なんかね実家帰っても心から安心するっていうのあんまなくて、あの なんだろう、現実と、うん、もう一個別の現実に帰ってくる感覚。あでもでも分かるかも。 あるでしょ、なんか市内でそって仕事やってたら、うん、なんか今ここが自分の生きてる現実感と、うんうん、その言ったら時間こう決めて動いてとかさやってさ、うん、で実家帰るとなんかさそこがこうバグるじゃん、うん、なんだろうのんびりしててさ。実家帰る時って本当に何もしなくていい時とかにしか入らんから、うん、そうなんだよね。そうそうそう、だから なんだろう、そこがこうここって本当に心地いいかって言われると、うん、今は多分、まあ、年齢につれて変わっていくんだろうけどね、はい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 、今はそれを別に心地いいとは思っていない。まあここ、あの悪いことじゃないよね、うん、心地いいっていう感じではないというか、うん、いやまあ普通になんていうの、安心とかじゃなくて本当にでもあなんていうの、悪い意味は何もないんやけどね、うん、そうなんだよね。であとね、何もやんなくていいみたいな、うん、やっぱね自分のあと城じゃもうないじゃん。なんか今自分が住んでる家が自分の城で、あそうね、なんかいろんなものの使い勝手とか、なんかここが整理されてるから気持ちがいいとかいうのもあるけど、それはあるかも。実家ってもう別の城だからさ、うん、なんかねどっかでなんかこう人の城に生きているみたいな感覚がやっぱちょっとあるんだよね。もうそれはそうだね、うん、うん、もう言ってる通り、ね、城に帰ってきたじゃないんだよね。自分家はもうだってね、うん、なんていうの、まあ、ゲームもあればいつでも映画が見れるみたいな、で好きなもんもあってみたいな、まあ、でももう実家はねそうじゃないもんね。やっぱね、なんか人様のサイクルの中にお邪魔させてもらってますって感じだから、うん、なんかお風呂入るタイミングもしっかり、ご飯のタイミングとかもしっかり、うん、やっぱなんか 全力で協調性みたいなところがやっぱ別のね、うん、城じゃん。いつもあったものに帰ってきて安心っていうよりかは、うん、なんか今の自分の生活感じゃない時間の使い方が生活 してるところに行って、そのあやっぱこういうのもいいなみたいなぐらい。うん、そうね、うん、あこういうサイクルもあったなみたいなね。そうそうそう、うん、懐かしむぐらいかな。でも、うんうん、感じやね。そうね、実家は帰ったと、うん、お正月旅行とか行ったりして、家族旅行、家族旅行ね、せにゃいかんな、うん、まあ そうね、なんかやっぱしみじみ思うよね、こうあお父さんお母さんとかもう父母が、うん、なんかね、あやっぱこんな風に一緒にゆっくり時間を過ごしたりとか、うん、なんかこう大人になるからこそ父親母親とかが例えばこの自分の年齢ぐらいの時にどういう風に何を考えてたのかとかっていうのをなんか聞けるじゃん、うんうん、でそう、まあ、祖父母とかが亡くなったタイミングとかでやっぱり自分が思ったことって、うん、もっと戦争の話聞いておけばよかったなとかなんか本当そういうのがあってあなるほど、ね、もっとなんか昔話とか、確かに昔話お聞いたことない、お母さんのはね結構聞いたことあるんやけど、うん、聞いておけばよかったなっていう後悔になりそうだから、今会ってる時になんかこう お母さんのその祖父母の話とかね、はい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 、で言ったらもう私とか会ったことがないひいおばあちゃんとかひいおじいちゃんとかの話とかいうのをなんか聞くのが最近楽しくて、なんか実はこうルーツでこういうのがあってとか、うん、なんかおじいちゃんこんなんだったんだよとかいうのを聞くと、はいはいはい、うわマジでみたいな、めっちゃ最低じゃんみたいな話とかが結構あって、でも確かに俺のばあちゃんの大昔話はマジで聞いたことないかも。でしょ、うん、でも絶対覚えてるからね。あそうね、うん、なんかね、うん、実家帰った時にお母さんに、お母さんが1月2日に、なんか新天地じゃなくて天神で初売りしたいけん
車で行くけどあんたも一緒に帰るみたいに言われて、じゃあ帰るっつって、そのじゃあ俺運転するよっつって、こう一緒に福岡行ったよね、死ぬ方があったから。でその時にちょっとなんか昔話でもしようと思って、でもなんか知らんけど、なんか知らんけどね、お母さんの高校生ぐらいの頃の話聞いたよ俺。遡ったね。そう、お母さん、うん、お母さん高校の時に何しよったみたいな、うん、今さ俺今年恋活頑張るけんさみたいな、じゃあ教えてよみたいな。それ両親にも言うんだ。そうそうそう、いや言うよ俺全部言う。で、うん、なんていうの、なんかお母さん高校の時その部活バレー部やったから、もう本当に大会系やったんやって、おしゃれもできんみたいな、でもバレエに打ち込んだ3年間やったんやって、だから恋愛中恋愛が本当なかったみたいな。でも3年のね夏の大会が終わって、もう部活が辞めた時に一気に恋愛モードになったんやって。おお、もうもう抑えていた、スポーツからという呪縛が解き放たれて、年齢的にもね。そう、ほんで、うん、その時になんかできてた彼氏が、うん、なんか 250cc の単車乗ってて、でその人のねケツに乗ってどこまでも行きよったんやって、あれは面白かったねって言った。お母さん、もっと息子に伝えるべきことはあったよ。あーいいね、やっぱ単車っていいねとか言って、バレエで学んだこととかをそこで教えてくれるわけでもなく、引退してからの、やっぱ楽しいねって言ってた。でそのバイクの型番とかも覚えとって、なんかよっぽど楽しかったんやろね。そう、あれはねホンダのねつって、よっぽどもうさもうやっぱ抑えてた分がもうブーンってなった。そこのもう彼氏に全集中した時がやっぱお母さんの青春が詰まってたんやろね。ギュッて入ってたんやろね。いや、やっぱ色濃く残ってんじゃん、やっぱ。だって第一声でそれ息子に話すって相当よ、うん、コーチが厳しくてねとかじゃなくてよ。いや、そう、もうそっちやった。まあ、ちょっと恋バナ的な話してたから多分そっちに寄せてくれたんかな。なるほどね。やなんかいいなと思って、うん、なんか親の学生の子の恋愛いいなと思っちゃったね。確かにお母さんにすんごい昔に、うん、なんかねバイトとかなんかやってたみたいなことを聞いて、お母さんも女子大出身で、うん、でバイト何してたみたいな感じで聞いたら、うん、なんかハワイアンのお店でウクレレ弾いてたって言われて。お母さんそんな雰囲気じゃないよ、なんか、ハワイとか、 なんかウクレレにウクレレを弾くようなタイプじゃないっていうか、うん、雰囲気はなんかひょうきんだけど、うん、あ、ひょうきんなんだ。ひょうきん、ね、すごい明るい。あ、うん、はい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 。でまあウクレレをでもあ、そうなんだみたいな、なんかふーんって流したけど、なんか情報は多いんやけど短い割に。へーみたいになって、だからたまにそういうのぶっこんでくる、うん、まあ、でもね、うん、たまにそういうの聞くとおもろいよね、うん、なんかこう小出しになんかやっぱいろいろ聞いていきたいなと思う、ね、いやそうなんだよね。そうそうそう、いやあれはね、うん、でもねやっぱね早めに聞いとかないと、年齢的なのか性質なのかわからないけど一生同じ話すんのよ、父親母親。あ、そうなんや。する。あ、またその話してるやんって。あー、でも、うん、そうなるんかな。まだそんな印象はないというか、いやもう好きあらばするよ。もうもうすぐするよ。もう多分今年中に同じ話一生しだすよ。うわー、まあ聞くけど、うん、でもばあちゃんがもうすごかった。同じ話一生、同じことを、うん、マジ何回聞くんかなってぐらい。それ俺何回答えたやろ、あの一日で。え、だけんさ、なんかそういう時って結構問われるやん、これはまた話しているが、うん、でも向こうからするとすごいフレッシュな雰囲気で話をしてるんよ。もう100マジでリアル100回目ぐらいの話でも、うん、なんかこれがねみたいな感じですっごいフレッシュな雰囲気で話してて、うん、なんかそれをつっけんどに、いやそれ前も言ったやん聞いたよみたいな感じのことを言うと、うん、なんか雰囲気あれやしなみたいになって、へーそうなんだふーんとか言って聞くけど、聞けるタイプの
話ね。でも、うん、いや聞けないよ、本当聞けないぐらい同じことを一生言ってるから、うん、なんかお姉ちゃんが病気の時にあんたが何歳でお姉ちゃんが何歳でみたいな、あん時もう黒崎まで定期券買おうかと思ったっていうのマジでこのワードをもう本当本当に100回以上リアル聞いてて、それ何迷子になったのさんちゃんが。いや違う違う、お姉ちゃんがすごい喘息持ちで、はい、看病がすごい大変だったんだって、うん、で柳川の病院とかに言うたらもう片道に2時間ぐらいか、柳川だから遠いね、すっごい遠かったけどすごい名医だって聞いて喘息の、で、うん、そこをなんかもう私がまだ赤ちゃん でお姉ちゃんもまだ言うたら2個しか離れてなんか4歳とかで、うん、もうすごい手がかかる大変な時期に、お母さんの中で多分あの時期が多分すっごい、うん、まあ本当にまあ話聞いてるのも大変だなとやっぱ娘がいる分思うからね、うん、でそれが本当に大変だったんだろうなっていう話をこうずっと話してて、もうこ電車の中でこんなことがあってみたいになって、もう何度も まだその頃ベビーカーとかもそんな中立派なあれじゃないしみたいな、なんか荷物も多い中みたいな、であんたは歩きたくないとか言ってぐずるしみたいな話をずっとしてて、さっちゃんぐずったか、2歳やからねぐずるやろうね、うん、っていうのを多分お母さんボケたら、うん、これ多分100回から1000万回になるやろな。まあでもね言うよね、あるよね、俺もなんかそれ言われて思いなんかあったらって思い出せんけど、うん、なんかこの時あんたはあだこうだみたいなのは確かによく聞くやつあるかも、うん、毎回。だからさ、自分たちも年取った時に、うん、何をじゃあ一生話すんだろうねって思わん？ほんまやね、うん、まあでも自分のね、そうだ、まあ自分の子供のエピソードになるやろうな多分な、とりあえずちっちゃい頃の、うん、俺が29の頃はなみたいな話は多分せんと思う、うん、ああまあそうね、するんかな、わかんない、でも、うん、でもやっぱ大変だった頃の話するんだろうな、うん、うん、まあまだありそうやけどな、いっぱいこれからね、これからね、うん、そうなんだよね、底辺なあれは。なんかそういう意味で父親の方がやっぱ口下手というか、あんまりそのなんかペラペラ喋らない、うちもそう、もうなんか昔話とかを父親がペラペラ喋ったりとか、うん、うちもそうね、父親はベラベラじゃないし、うん、でもなんかねこの間ちょっとマジでちょっと何の話みたいな、うん、あれなんやけど、うん、この間ねそのあれ言ったんよ、あのなんかたまたまその女性のスタッフしかいないなんかバーがあって、うん、何たまたまってなんか奇跡的に女性の人しか働いてない意図せずガールズバーみたいな、あ、まあ、周りはなんかそう言ってたけど、まあなんか本当に女性の人しかたまたまいなくて本当にそのどんな流れなの、まあ、なんかバーに意気揚々とじゃないっていうところは分かった、まあ、行ったんですよね、わかりました、そう、まあ、意図して行ったんやけど、はい、でそしたらはい、あのなんて、まあ、そう、まあ、まあそう何回か行ったことあって、うん、たまたま何回か行ったことあったよね、うん、たまたまね、でそしたらそこの子が、うん、え、タカピーさみたいな、あら、それ地元の名称じゃないですかタカピーって、え、違うタカピーラジオしてるよねみたいな、えってなって、うん、あ、いや、なんで、えってずんであれやろみたいな、おろ、え、初めましての人で、いやいや、ね、2回ぐらい、まあ、顔はちょっと知ってて、あ、はいはいはい、えって言って、で、え、なんで知ってんのみたいな、で、いや、なんか友達のあれから流れてきたみたいな、うん、えってなって、 YouTube で、ね、うん、そのなんかちょ、あんま詳しく言えんけど、なんかその子がね、なんかまずそのずんだれのさ、俺らこういろんな人撮ってきたやんか、うん、それのなんか界隈と、うん、めっちゃ仲いいらしくて、うん、それこそなんかなんちゅうん、なんかメリケンとかでも遊んでたりとか、うん、なんかずんだれに出てた人結構友達おるみたいな、うん、なんか謎の子がいて、でそれでなんかこう指さされて、うん、ずんだれの
輪が広がってますなって思って、うん、そこで、うん、何の話を今聞かされたの言ったよ最初に何の話やねんって言うかもしれんけどってまんまと言ったわいやいやいや、いやでもびっくりするやん、まあね、急に女言われたらさあってなってっていうのはあって、でもなんかちゃんと知らないとこで広がっていってんだなと思って、あまあそうだね、うん、だ最近だからナチュラルに知り合いとかと話をしてて、うん、まあでもそれまあ物は言いようでしょみたいな感じで言ったら、うん、しれっと番宣してくるやんみたいなこと言ってくるけどいやそんなつもりは本当になくそれはずめちゃめちゃナチュラルにいやそれは物は言いようやろみたいなことを言うとそれはずいやめっちゃ番宣してくるやんみたいな感じだけど、まあ、それほどまでにでもあ名前が浸透してるんだなとは思ったよ。それはずいね、うん、物は言うやろ、ナチュラルに出たんやろ、ナチュラルにもうなんか前から言うしね、まあ、物は言うよね、うん、みたいなことを言うからさ、あーおもろい、うん、それはずいわ。あとね間接的な知り合いにあのラジオパーソナリティ一本の人と思われててやばいやこれ一本だったら私結構まずいかもですねみたいな、これ一本で食ってくれるんだったらマジでもうこれ一本にするよお前プロでラジオパーソナリティですきりってこの感じだったら多分いろんなとこからぶったたかれるもうそんなちょろい世の中になったかっ、いやまさかのね、そうなんかあパーソナリティされてますよねみたいな感じだったから、やってるけどそれが本職ではありませんみたいな、まあ、パーソナリティ感欲しい俺もパーソナリティやってますよと俺も言われたよあパーソナリティやってますよねって言われたのあやってるよってやってるよって言ってもやってるし、うん、パーソナリティな俺らってまあ一応ね配信ねさせてもらってるからね、パーソナリティなんか、うん、まあまあパーソナリティなんかな、パーソナリティっていう言葉とはみたいなんてこうなんだ調べてなんだパーソナリティパーソナリティとはとはよね、パーソナルに寄り添える人、あかもね、かな、あなるほどなるほど、まあ、アツシがちょっと今ね全力で今ダッシュで調べてくれるほぼ答えっぽいの出たけどラジオパーソナリティ、うんうん、まあでもなんかこう肩書き増えてくよね、まあねそれを表だって言うとね、うん、なんかね自分のどう言ったらいいんだろうみたいなとこもちょっと今年ちょっとはっきりせななとか思う。でもラジオパーソナリティではないやろでも嘘ではないやん、まあ、嘘ではないんだけど、ね、そうそうそう、あれだよね、つまりこうインスタとかホームページの肩書きに何て書くかっていう問題だよね、やたら多い人俺、まあ、あれダメだよね、あれもう何か分かんないじゃん、ダメダメ、うん、俺もやっぱ2つにしまってもう動画、うん、写真みたいな、うん、いやそれでいいと思う。ラジオパーソナリティとは、うん、まあ、一部の英語圏および日本においてラジオ番組の司会進行するもののことを指します。ラジオパーソナリティの人名については日本のラジオパーソナリティ一覧を参照、はい、あまあまあだからまあまあラジオ番組を進行司会進行する人のことって感じ、ね、ラジオでね進行してる人だ、なるほどな、うんうん、まあ思ってた通りやったね、まあでもそうだね、ラジオパーソナリティで調べてるからそうだけど、まあ、どっちにしろパーソナリティ自体が一般的には司会進行とか物事を取り決めてまあ、進めていく人っていう感じですね、うん、なるほどね、まあ、ここで言うと割とさんちゃんのパーソナリティかもね、いやどうだろうね、進行っていう進行かはまあ難しいとしても、うん、やっぱなんか3人以上がいないとそのパーソナリティ自体は発揮で、まあね、発揮できないよね、確かにね、うまく回してみたいな、ね、今後でもまた誰か呼びたいよね、うん、そうね、うん、梅さんの回も吉野さんの回もなんかそれぞれ、ね、やっぱ吉野さんさやっぱほらもうなんか叩けばいろいろ出てくるみたいな人だからさ、そうね、打ち出の小槌そう意味が違うけど、打ち出の小槌じゃないな、打ち出の小槌はお金が出てくるあれでしょなんか吉野さんね、まあ、なんか面白いよね、おもろおもろ、うん、梅さんも面白かったな、なんか、うん、なんか面白いなあの人、梅さんはやっぱこうね商業的な観点でやっぱいろいろ考えてるから、うん、まあなんかそういうあれだよね、リスナーがもしかしたら求めてるものって一番梅さん的なものかもしれないね、まあね一番合ってた一番梅さんが一番合ってた説みたいな、うん、でもやっぱり俺梅さんのあの
なんか大きなリアクションとか、うん、あの笑い方とかがこうツボっちゃうよな。なんか梅さんあの基本的にツボ浅いからね。本当に 箸落ちてめっちゃ笑う人やから、つられて笑うもんやし、ね、うん、何が面白かったですかってたまに聞きたくなるぐらいめちゃめちゃ笑うからさ楽しそうなのな、あの人の、うん、そうだね、うん、梅さんは一緒にいて楽しいよね、うん、次は誰かっていうね吉野さん、だから吉野さんがなんだかんだ一番癖強いんじゃないかな。いや絶対そうだと思う。ずんだれメンバー全員癖強いけど、じゅんさんを筆頭に、筆頭にね、うん、筆頭に、うん、まあまあまあ、それだからね、ずんだれがやれてんすよ、逆にね。今年はね、発行しましょう。いやほんまっすよ、全然発行できてないからね、うん、今年はもうでもネタの多い1年にしたいね。そうね、うん、ネタの多い1年ってよくない？もう去年のあれがねっつって、うん、2023年にね、もうあともうあれですよ、今年はね、そうや、俺まだ言ってなかったけど言っちゃっていいですか。はい、ゲームもねいっぱいしていこうと思います。お、はい、何のために？いや、ゲームができるってことはね、ゲームする時間があるってことだから、うんうん、いや俺この間ね試しにドラゴンクエストってゲーム知ってるでしょ。はい、であれ RPG なんですよ。どんなゲームかなんとなくわかるでしょ、うっすら。ドラゴンを倒すの、まあ、そうそうそう、まあ、勇者が、魔物に、こう占領された世界を晴らす、はい、みたいな、はい、魔物のボス倒して平和な世界にしやす、はい、っていう話だよね、うん。あれってもうシリーズで結構もう十何個も出たのよ。で俺ファミコンとかで出た、うん、もう最初の1、うん、ドラゴンクエスト1を、うん、もうこの間ね一人で全クリしたよね、うん、めっちゃ面白かった。へ、うん、ドラゴンクエストってこんな面白かったんっていう、この今さら1でなったよ俺。うーん、もう1ってもうドット絵なのよ、うん、ペコ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 みたいな、ピーピーポチみたいな、グシャーみたいな、うん、超しょぼいんやけど、うん、やっぱねあれシリーズで売れてる理由もあれだわ。もうなんか絵とかよりあのシステムがもう絶対面白いもん。まあ、そのゲームのその言ったらもう仕組み、うん、が面白くって、うん、まあ、たまたまクオリティがどんどん上がっているだけで、そう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 、そもそもが、まあ、ゼルダの冒険みたいな、そうそうそう、伝説ね伝説ねゲームに触れていないことが喋れば喋るほど露見してしまうねいやそうそう、だから俺今年ねちょっとドラクエシリーズとゼルダマジで頑張ろうと思って、うーん、やっちゃおうかなと思っちゃって、もうねドラクエ2、うん、3ももうダウンロードしてて、うん、で4、5ももう5までとりあえずやりたいの。ドラクエ5まで出てんの？いやまだもう十何個もある。十何個もある、あるからめちゃめちゃあるじゃん。そうで、なんで5をやりたいかっていうと、うん、5の内容はね世界平和的なことも多分あるんやけど、花嫁を選ばんといかんたん。ドラゴンクエスト5天空の花嫁ってタイトルなの。ほう、で勇者やから、うん、1でも、うん、王女を助ける機会があって、はい、でちゃんとその王女が俺に惚れて、ほう、で世界救った後はあの王女をね、はい、こうやって抱えて、はい、旅に行くっつって終わるんなんと、うん、うん、で、まあ、そういうのは多分2、3、4でもあるんだろうね、よく知らんけど。え、それは何、ピーチ姫ポジションが変わるの？はいはいはい、なんでさ、えマリオでいうピーチ姫でしょそれ。あ、はいはいはい、がな、何、シーズンごとに嫁が変わるの？嫁が変わるし、で、まあ、まあ勇者も変わるからね。あ、そういうこと。そう、主人公も変わるから。あ、ならいいわ。5は、うん、5の主人公は、うん、あの初めて、うん、言い寄ってくる女性が二人現れる。え、何、なんかちょっと趣旨変わってくるじゃん。そう、ゼルダの、ゼルダじゃない、なんだ、ドラクエ。そうで、どっちの花嫁を、どっちを花嫁にするか選ばないけないっていうシステムが入ってくるよね、うん、大丈夫それ、ジェンダー問題引っかからない？ジェンダー問題引っかからないからいやドラクエシリーズって最も売れたと言われているぐらい、いやその要素が面白いらしいんですよ。え、だって目的変わってんじゃん。ドラゴンを倒すのに、うん、花嫁をどっちにするかみたいな、いや恋バナになってるじゃん。いや、そうそうそう、いや目的なんてさいや
変えようよ。だってさ、ドラゴンは？でドラゴンって、ドラゴンって魔物ね、もうちゃんとボス倒すよ。倒しながらも、そう。しかも女性を選んだりうつつを抜かし、そう。なんてこった。なんてこった。いやいやいや、でもね大事やん、その、うん、どっちの花見に。君だってした時に、うん、でも世界が平和じゃなかったら、うん、何も解決せんやろ。どっちが先なの？ドラゴンを倒してから花嫁選ぶの？花嫁選んでからドラゴン倒すの？あのね、そう思い出した、あのどっちもね共に戦える人ではある。え？あ、戦力になるの？そう、嫁が？そう。あ、そういうこと？そう。あ、でどっちの言ったら戦力をあの自分の力にするかみたいな、まあっていうとこもあるし、うん、でもやっぱそのビジュアルは、うん、やっぱあのドラゴンボールを描いたあの鳥山明が作ってるから、そうだけど、ね、絵はねもうどっちも超可愛いのよ。もうあれじゃブルマ的な要素があるってことか。もうブルマかランチかみたいな。なるほどね。だからもうね、ブルマ派だな。もう俺もブルマ好きやね。まあまあ、そうだね、そこはどうでもいいよ。シミーやね。シミーじゃない。うん、いやそうそうそう。まあでもなんか2、そんなドラクエってそんな感じなんだ。なんか全く知らんかった。それはもともと知ってたんやけど、うん、5いきなりやるよりちょっと1、2、3ちょっと古きを重んじたいんで、そこやっていこうかなっていう。5までのとりあえず道のりを今やってる。5はもう嫁選んだりしないの？5は嫁選んだりする。 5が嫁選ぶんだ。5だけだけ5までで言ったら絶対企画なし変わったでしょ。はあ、ちょっとそこら辺も調べてみたいよね。絶対なんか新しく外注してるんだよ。なんかそこちょっとこれ嫁選びませんかみたいな人がさ絶対入ったんだよ。いやでもすごいシステムだと思う、ゲームの中で。男性本だってもうほとんどユーザー男性でしょ、知らんけど、まあ、と思うよ大体。てかやっぱ男性心もくすぐり、うん、嫁選べるみたいな。そうそうそう、それ楽しみな。すごいな。そうそう、だけやっぱゲームおもろいなってなった。 RPG 面白いなってなった。RPG とはなつまり、まあ、ロールプレイングゲームなんですけど、基本的にあれよね、物語を楽しむ。あ、ファイナルファンタジー的な。そう、はいはいはい、なるほど。そうそうそう、ファイナルファンタジーやったことあんの？全くない。だよね、ドンキーコングしかない。あ、言ってたな。言ってたな。マジで言ってた。なんかドンキーコングは RPG じゃない。あれアクションゲーム、あれはアクションゲーム、うん、あ、そう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 、アクションゲーかなあれは。うーん。まあね、あつ森も RPG なのね。じゃあ、あれどうなんだろう、作って物語を作っていくんでしょ。あれは、あ、じゃあ、あれのジャンル、あれパズルゲーじゃない？あ、そうなんだ、わかんない。まあでもそうな、まあ、難しいね、ちょっと考えたことなかったわ。うーん、まあでも気になるけん調べとくわ。でもなんかそういう意味で言うと、私そのモリモンみたいに、うん、なんか例えば、うん、これやりたいみたいな熱狂的な趣味、うん、いや俺もこれは趣味と言っていいか分かんないけど、でも好きじゃん、まあ、ゲームはね好きだよね。なんか羨ましいよ。うん、いやサンちゃん、あ、でもなんかサンちゃん去年ちょっとゲームに興味持ち始めてなかった？一瞬ね。あれ続かなかった？結局ね、刺さってらんやったね。あ、じゃあもうサンちゃんの誕生日プレゼントはもう任天堂スイッチやね。何それ、美味しいの？あのミスドで売ってるからちゃうかな。いや、あの任天堂スイッチって任天堂の一番新しいゲームで、俺もそれでドラクエやってるし。うーん、まあでもな、使わんか。ゲームのね、多分それこそあれだよ、美味しいものを知った時にハマるように。うん、うん、やっぱね一番楽器は、楽器、楽器はねやってる、やってた、やってる。ピアニョ、そう、ピアニョ、はいはいはい、ピアニョやってるから、もう逆にバイオリンとかに目覚めてもいいんだろうけどね。いや、もうザバダメ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 、サンちゃんがバイオリンしだしたらもうちょっともう俺もうなんかもう同じ目線で喋れなくなっちゃうよ。趣味はピアノとバイオリンです。怖い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 って。でそのうち紅茶に目覚める。紅茶はいいよ、紅茶のあの茶葉にすごい目覚めていくと思う。紅茶はいいと思う。あ、ちなみに、うん、今年一番最初に買ったもの、うん、
あの急須です。おお、はい、いいじゃん。家でお茶飲みたいと思って。いいじゃんいいじゃん。急須買いました。はい、どう？眠くなるね。そこ、うん、お茶飲んでると なんてカテキン効果で眠くならなさそうなんだけど、ね、ってお母さんも言ってたんやけど、うん、眠くなる。あ、なんかもう寝ようかなってなる。あ、でもなんか単純にね、内臓が温められて、そうそう、眠くなるんだろうね、うん、でもなんか美味しいねお茶ってね。そうね、うん、まだ最終期に安いのしか買ってないけど、うんうん、まあでもいいわ、寒いし今は。なんか買った？いや、消費してないからね、物を。急須はね、うちもあってたまに緑茶を入れるんだけれど、うん、でも今年はね、でもやっぱ料理も頑張りたいな。そうね、うん、料理か、うん、そのさんちゃん俺料理めちゃくちゃできるイメージだけどな。いや、ないね。なんかね、時短に特化してた。やっぱ今まではがっつり、なんだろう、迎えに、娘迎えに行ってとか、この時間内で、ね、で何時に寝かせたいから何時までに食事しなきゃみたいなとか、はいはいはい、お風呂も入れてとか、なんか僕考えたら、うん、やっぱ優先事項が時短、うん、時短料理みたいな、もうブワーって炒めて終わりみたいな、うん、ザン男飯みたいな感じだったけど、はいはいはい、なんかそうじゃなくて、うん、なんか、あ、これにこれ入れたらもっとこうやって美味しくなるんだなみたいなものとかを、うん、極めていきたいですね。いいっすね。僕も今日はでも、もう昨日の夜から決めてて、無水カレーをね。無水カレー時間かかるもんね。でも美味しいよね。そうなん時間かかんのあれ。ちょっと時間かかね、煮込むだって時間がさ。あ、まあ、そっか野菜のね、水分を。そう、でもあれってあんな水分出るよね。すごいよね、うん、全然いらんよね。いらん、その今までなんで水入れてたんだろうってなるよね。で、なんか俺が作ろうとしてるのがすごいね、超低カロリーなんですよ。おお、なぜに？あ、まあ、そういうの使ってないから。うん、そういうのってカロリーが多いやつを入れなくて、入れない、うん、あ、ルーとか、まあ、基本的に野菜カレーなのね。うん、そうそうそう。いいね。で、俺も最近さ、ずっとちょっとなんていうの、おもんない食事してたから、一人の時。おもんない食事って何？もうおもんない食事してたの。コンビニ？コンビニじゃない、普通になんか、うん、俺もうサニーで冷凍ブロッコリー死ぬほど買ってで、もう鶏肉買って、でオートミールと食うみたいな。ゴールドジム弁当みたいなやつね。みたいな、そうそうそう、うん、まあ、あんなバッグ食ってて、うん、でもこれなんかどっかで飽ききそうだなと思って。確かに、なんか食事の楽しさはまあそこにはないもんね。まあ、外食とか行ったら何も気にせず普通に、うん、わーいって食い、うん、飲んだり食ってするんやけど、やけん外食がすごい楽しみにはなったんやけど、うん、まあでもちょっと見たらなんかいいのあったけん、うん、やろうかなっていう感じやね。で、これはね、無理はしてないんですよ、うん、それはそれで楽しいんですよ、うん、っていう、ね、まあ、でもね、なんかご飯作ってもらうみたいなのもなんか今年はあるといいね。しみしみ、うん、最近ね、ゆで卵1個もねこだわって。あー、ゆで卵食べたい。で、卵をね、食べたい。やっぱこう8分なのか6分なのか7分なのかとか。俺7分あるじゃん。7分。鍋によっても変わるじゃん。変わる。そうな、うん、なんかフライパンで6分でやると最悪とか、8分だとやわすぎるとか、深い鍋だといいとか。こぼれないぐらいの片半熟が、うんうんうん、いいよね。あれに塩かけて、あー、美味しい。食うんだ。7分ね、確かにね。最近ね、7分半じゃないのか説が出てる。鍋で、うん、深い鍋で。ほんとな、8分ちょっとやりすぎちゃった。いや、まあさ、男性もね、料理する時代ですからね。女性が料理しろみたいなこと言ってたら、ほんとしばかれるよね。本当に、もういないんじゃない、そういう人。いや、いるよ、どっかには。いる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 。まあ、なんか分業だからね。まあね、分業っていうと、まあ、でも確かに仕事になるけど単純に一緒に仕事してて、それぞれ、うん、一緒に住んでるんだったら分業じゃないのかなとか思うしね。やっぱ腹減ってきたね。そうだね、ゆで卵めっちゃ絶対買おう今日
いやさ、卵とかさ、うん、なんかダイエッターの味方じゃない？そうだね、美味しいし手軽で最強だよね、タンパク質取れてね。そうそうそう、うん、でもなんかね、もっと早く美味しくできないのかなとはちょっと思う。毎回10個ぐらいを一気にゆで卵したりするんだけど。ゆで卵やろ、ゆで卵ね、時間かかるよね。そう、時間かかんのよ、皮むいたりさ。そうそうそう、地味にね。だから計だから8分仮にゆでるとしても、うん、その鍋がゆでる、ま、あ、沸き上がるまでにやっぱ5分かかるから、はい、で考えると13分プラス20分ぐらい使うよね。そうなんだよね、20分ぐらい計使うじゃん、うん、で剥くのをもっとなんか一気に冷やしてバーってやったりするけど、それでもね、ある程度はかかるじゃん。さあ、あれ剥くのがめんどいんよ。あれなんか開発してそうじゃない、誰かがバーって。ちょっとアマゾンプライムで多分ね、やっぱ衝撃的ななんか道具がねあると思う。多分あると思うよね、調べたら。絶対だってこれさ、うん万年前からさ、絶対みんなゆで卵を食べてるじゃん。そう、うん万年前から何千年も前からさ、うん、いや、あるあるある。ヨーロッパとかさ、とくの昔にゆで卵食べてたじゃん、うん、絶対あると思うんだよね。いや、やけんちょっと俺、うん、チェックします。さすがに、さすがにやっぱこのもののいいよラジオで、うん、いや、レディオで解決させたい、うん、この世の悩み次のタイトルはもうそれ決定ですね。ゆで卵1個3秒でできた。いや、これめっちゃいいタイトルよね、うん、ゆで卵の皮むき最高効率発見、これ以上なし、見つけようか。あると思うんだよね、うん、いいよね、さんちゃん飯の話もできてゆで卵の話しかしてないなんならなんならでもね、昨日作ったね、うん、チキンとね、うん、ニョッキのトマト煮込みがね、うわーいいな、美味しくできたんです。チキンとトマトとニョッキめっちゃ健康的やん。ニョッキ美味しい、うん、ニョッキ入れるだけで美味しくなるけん好き。え、ニョッキってアスパラじゃなくて、え、どういうこと。アスパラはアスパラでしょ。ニョッキって何じゃ。ニョッキはジャガイモをなんかネリネリしてお団子みたいにしたイタリアの。うわー、分かった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 、ね、絶対うまい。ジャガイモ団子みたいなもの、絶対うまい。ニョッキ普通にイオンとか売ってて、へー、パーって煮込みに入れるだけで、うん、ニョッキがすでに美味しい状態になる。いいね、いいな。そういえばこの間ね、大丸、うん、の地下のお惣菜コーナーみたいな、地下街のお惣菜みたいな、あ、このお惣菜いいやん、美味しいよね、ちょっと高いけど、うん、で友達が実家帰る前に買って帰りたいけん一緒寄ってって言って寄って、マジでもうコロッケとかさ、ああいうとこに置いてあるコロッケってさ、うん、めちゃくちゃ美味しそうやん、うん、なんかなんか知らんけど食べていいのに、なんかグッと来られた食べていいんばい別に誰も怒らんの場合だって。そうやね、なんかグッとこらちょっと。あ、そう、うん、大丸のね、地下の一番おすすめお惣菜ランキングナンバーワンは、あ、個人的なね、はい、イカの天ぷらです。あー、うまそう、もううまそう、あの一番コスパがいい。あ、そうなんや、うん、めっちゃ入ってて600円ぐらいなんだけど、 めっちゃ入ってる。え、ああいうところのデパ地下のってなんかちょっとじゃん。あ、それ おかしい。イカの天ぷら、イカの天ぷら、うん、イカの天ぷら言うてるやんイカの天ぷら、はいはい、惣菜、いや、惣菜、そう、めっちゃ美味しいの。いいね、はい、いや、ちょっと俺マジでね、なんか今度買い行こうと思ってるから、なんなら今日寄ってもいいかなと思うけど、たまにやっぱ発見があるよね。え、なんか、え、タコこんなことしちゃうんだみたいな。そうそう、いや、俺もね勉強になるよね。寿司の寿司パックみたいなのあって、うん、全部正方形の寿司で、あー、はいはいはい、すげえ綺麗なの、うんうん、わ、これでも普通に回そうと思って、うんうん、てか贅沢これと思って、うん、でそれ正方形にすることによってめっちゃいっぱい食えた感いっぱいあるやんと思って、うん、すごいなと思った。そうだね、うん、ちっちゃいよこんな、うん、子供も喜ぶぞみたいな。確かにね、そうそうそう、一口サイズみたいな、ね、さあね、ということでね、まあちょっとだからリニューアルするんで、はい、あの手この手、はい、新年一発目からね、うん、いや
相変わらずのゆるさじゃねえかって多分みんな思うんだと思うけど聞いた人は、うん、あの来週からリニューアルして、そう短くギュッと濃縮します。濃縮還元、はい、おめでとうございます。ということで、はい、では、はい、じゃあ今週も、はい、あらした。